おかえりなさい。ダメです。こんなところで。彼女はまさか。さよう。このクソアマ。もとい女性は俺の、そしてルルティエの姉シスでございます。うむ、そういうことであった。ルルティエのお姉さん。やっぱりな。いや、雰囲気はともかく性格は。長く離れた妹との再会とあれば。それにしてもあれはやりすぎなよ。お姉様、そろそろ。ルルちゃんでも照れちゃって。いや、みんなが見て。ルルティエ。何？ルルティエ、ちゃんとご飯食べて。一応。なんだか以前よりプニプニ感が減ってるような。だからそんなこと言っちゃダメだから。あ、でも育つところはちゃんと育ってるか。お姉ちゃん好みの妹に育ってくれて、お姉ちゃんとっても嬉しいわ。シス、姫殿下の御前で何しおる。うるさいです、父上。妹との感動の再会を邪魔するようなら、父上でもその頭、くびりますわよ。いやはや、恥ずかしい限りで。まさか、九十里との同盟の障害というのは。それより。何？そうじゃなくて、その、お姉様はお嫁に行ったはずじゃ。ああ、あれ？ダメよ、あれは。絶望的に問題ない。あれって、兄上様の子。大丈夫。すでに赤の他人だから問題ないわ。いっそ、人じゃなくて口も聞けぬものにしてもよかったけれど、面倒だからやめたわ。お姉さん。だって、せっかく茶木の一番おいしいところである生き肝をごちそうしてあげようとしたのに、それを見て腰を抜かす。かなり頼りないとは思っていましたけど、あれならポコポと結婚した方がマシ。ヘラヘラしてたり、男のくせに花をめでたり、人形を集める趣味は許せても、血の滴る肉を食べることもできない男なんて。父上がどうしてもと言うから結婚したのに、とんだ時間の無駄でしたわ。ことに至る前に踏みつぶして正解でした。だからこれからはずっとお姉ちゃんはルルティエと一緒だからね。だから、これからはずーっとお姉ちゃん。あの、なーに？一緒にって、お姉様も一緒に来てくださるの？そんなわけないじゃない。ルルティエはお姉ちゃんとずーっとこのお城で一緒でしょ？でも私はハンジ様のお蕎麦好きとして。お蕎麦好き？まさかまだあのことを言ってなかったの？それはその、まったく。しかしこれはこの国の行く末がかかっているの。黙らっしゃい。こんな父と弟の言葉を信じた私が愚かでした。いいわ、私から伝えます。姫殿下、こたびの同盟締結に際して。願い？はい、それは我が。なんじゃと。ルルティエ。姉シス、何姫殿下にかばち垂れとる。もし我らの忠義を疑い父が乳幼だと申されるなら、そこの具体を差し出しまする。おい！ああ見えてガウンジが踏んでも壊れないブドウ。いえ、欠物。かかしの代わりくらいにはなりましょう。どうか、ルルティエの帰国のお許しを。
なるほど、ルルティエ可愛さとはいえ、彼女の言いようは今はたかだか妹一人の行く末をごねているだけだから笑い話です。話の転がりようではそれだけで済むとは限らない。仮にもしこのまま強引にルルティエを連れ戻したとなれば、そもそもそんな勝手が通るなら王女さんの威信にも関わり、結束が緩むことにもなるだ。まさか妹一人の行く末に国の命運がかかることになろう。お姉様、分かってる分かってる、ルルティにはもう怖い思いとかさせないから。そうではなくて、姉上、何を血迷ったことを。ルルティは正常のおそば好き、そんな誉れをこのようなわがままで。じゃああなたはルルティが過酷な戦に耐えられると思っているの？それはよくもまあそのようなザレ言。しかし恐れてばかりではいつまで。そうやって何でもかんでも。お姉様、お兄様、お姉様、お兄様、ルルティエはもう泣いてばかりいた昔のルルティエではありません。私はアンジュ様と共に生きたいと思います。ルルティエ。うむ、よう申した。ルルティエ、わかる、おとんにもわかるけの。お父様、お兄様。ルルティエ、あなたの志は立派です。お姉様。優しいルルティエ、これからもっともっとたくさんの悲しいことが待っている。きっとあなたの心は深く傷つく。親しい仲間が死んで、あなたは立っていられるの？それは上辺の雰囲気や勢いに流されて、後で悔やんでもいいの？いや、ルルティエ、戦は誰にとっても。お兄様。しかし、その痛みや苦しみを乗り越えてこその誉れ。命惜しさに家に引きこもっているわ。生きたかばね、真に生きているとは言わ。この兄も父も共に戦場に立つのだ。安心するがよい。うむ、双方の言い分は分かった。正常、世もルルティエが大事じゃ。これからも世に仕えてほしい。シスの言い分もよう分かる。人の向き不向きもじゃ。じゃが一番大事なのは本人の気持ちであろう。世も無理強いはせぬ。ルルティエ、そなたはどうしたいのじゃ。私は。王女さんの言い分はもっともだが、この場で言うべきではなかったか。ルルティエは流されやすい性分だからな。おそらく二人とも自分の考えを、さてどうしたものか。せめて二人から距離を置いてゆっくり考え。ちょっといいですか。クン。何ですの。お取り込みの最中に悪いんだけど。はい。まだ時間がかかるようならお茶を一杯いただけないかな。うん。うちも小腹が空いてきたい。小生も肩が凝ってまいりました。いい茶葉、九十里にはいい茶の葉があると聞きます。正常。お、そうじゃな。夜も長旅で疲れた。今日のところは茶でも飲んでゆっくりしたいのじゃ。これは姫殿下がおわすのに飛んだご無礼を。申し訳ございません。ただいま部屋にご案内を。うむ、しばし世話になろう。ですが時が来れば姫殿下のもとへ馳せ参じることは。しかしルルティエのことは今しばらく待っては。ふむ。
こうも皆に見られながらではルルティエの考えもしばしの通りを許していただけるのであれば、彼女自身が決める意図も。うむ、そうじゃな。え、あ、はい、そうかもしれ。では今宵は些細なことなど気にせず。はい。ここはクオンに助けられたか。しかしどうする、我らはよそ者、上辺の地、果たしてどうしたものか。オシトル殿、ヤシマ殿、申し訳ないが落ち着いてからだよ。元よりいつでも構わぬ。ヤシマ、かたじけない。では後ほど部屋に伺わせていただこう。お互い気苦労が絶えないようだな。まずは一個、かたじけない。さて、オシトル殿に話というの。貴殿の懸案とは姉君の件であったか。いやはや、さすがに気づかれていたか。いや、誰しも家族のこととなれば。確かオシトル殿にも妹君がいたと。ああ、こたびも同行している。さすがはオシトル殿の妹君、立派なお覚悟の持ち主。いや、妹のことは。それより、それがオシトル殿。うん、オシトル殿からルルティエに提出への忠義を貫くよう解いてはくれまいか。それは、なるほど。そう、要は直接言うのははばかられるから、こちらの口から言わせて。もちろんできない。いや、正常がルルティエの意思を尊重するといった手前、それがしから揺さぶるのは、うん、やはりか。口惜しいが、こうした交渉事は姉上の領分でな。こちらが迂闊に口を挟めば言葉尻を取られ、正直勝てる気が全くせんのだ。貴殿の姉上、シス殿であったか。しかしなぜ彼女はそこまでルルティエにご執心なのだ。ルルティエの愛らしさは、そやな田舎者の多いこの国の癒しと言ってもいい。だからなのに、それでいて常に控えめで奥。しかし姉上にとっての一番の理由は、ルルティエが幼い頃は体も弱く。幼い頃のルルティエは少し肌寒くなっただけで風邪をひき、ちょっと走ればあまりにもひどい熱を出して、さすがにもうダメかと思ったことさ。その時は俺も姉上もそれからというもの、可愛がりすぎたのか。今思うと父上も同じことを。ルルティエに強さと見識が備わるよう、姉上が嫁いだ後すぐにオシトル殿のもとへ預けたの。姉上の心配はわかる。だがこのままではいかん。とも姉上には困ったものだ。心配なのはわかるが、父上も子ぼん。姉上のわがままに首を横に振らず、それゆえああも手前勝手な。なるほど。まったく姉上も国の大事に何を考えているの。しかも我が国から正常のおそば好きが選ばれる。無論ルルティエも内心そう思っているだろう。それはさすがに思い込みが過ぎる。ああ、ルルティエは本当に心優しい子なのだ。しかしどうして姉上はそれがわからんのか。これは死刑杯が。ああ、さあ今宵はルルティエの愛らしさを魚に飲み明かしましょうぞ。あれは耳障りで申し訳ありま。これはこれで風流な。いや、すまない、正直言うと下手というか。誠に申し訳ありませぬ。いやいや、これもま。それにしても誰が吹いているんだろうな。ところでこの笛の音の主は。うん、これこそが誠の楽。確かに。ささ酒はまだたっぷりありますゆえ。まるでどこかの姉妹のようだな。はあ、しかしオシトル殿、うわさをすればか。まずは一個。先ほどは何、誰。